先住民書語とは南北アメリカ大陸の先住民によって話される言語の総称である。エスキモーアレウト語族を除いてアメリカインディアン書語ということもある。南北アメリカ大陸の先住民はベーリング海峡を通ってシベリア側から各地に広がっていったと考えられており、語族間の違いは移動した年代の層の違いであると考えることができる。 南北アメリカ大陸ではかつて1,500程度の言語が話されていたと考えられているが、現存する言語は350程度であり、その多くが消滅の危機に瀕している。北米大陸では死語を含め296の言語が知られているが、現存するのは100前後である。このうち、エスキモ・オアレウト・語族はコシベリア諸語に含まれるという説がある。 このグループに含まれる多くの言語が、類型的には、方法語と考えられている。同型が推定される非常に多くの語族からなり、伝統的に音韻の類型などから10前後の第五族に分類されている。また、これらの第五族に含まれない、孤立した言語も、いくつか存在する。多くの先住民言語同様、現在では、死語となっているか、和者数が極端に少ない言語が多い。 ナワトル語、マヤ語、ケチワ語、アイマラ語、グアラニー語のように、現在でも、数十万から百万を超える話者を持つ言語は、例外的な存在である。語族及び孤立した言語の数については、英語版のウィキペディアでは主語を含めて、南米及び大小アンティル諸島に143、中米に29、北米に55を数えており、これらを、 さらに上位の分類として57の言語群に分類しているが、ここでは伝統的な大語族の分類を紹介することにする。和子語を表す。北アメリカの先住民の言語の分布メキシコの先住民の言語の分布南アメリカの先住民の言語の分布なお、大小アンチル諸島では、アンです。赤道語族の荒惑語及び、 タイのこと、ゲパのカリブ語族の当初カリブ語が使われていて、一部はフロリダ半島に達していたが、これらはいずれも死語となっている。ナワトル語は、アステカ帝国のマヤ語は、マヤ文明のケチュア語は、インカ帝国の公用語の流れを組む言語であると考えられている。ゲパのカリブ語族に属するブラジルのトゥピゴは現在でも多くの話者が存在しており、 ブラジルの文化的ルーツの一つとして考えられている。パラグアイなどの隣接するスペイン語地域ではグアラニー語と呼ばれており、これらは方言の違いであると考えられている。ありがとうございます。